はい、わさっぴき山本です。私は今新千歳空港に来ております。本日は2021年3月3日になっております。本日お届けする動画はフライトレビューの動画になります。このチャンネルでは世界60カ国以上訪問経験のある元 B リーガー私山本が旅の情報フライトレビューなどをお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日利用する航空会社は ANA になりまして、東京羽田空港行きのフライトになります。今回は普通のフライトとはまるで違います。何が違うかと言いますと、本日利用する機材なんと国際線の機材になっておりまして、787の国際線機材が最近は結構使われてるんですけども、今回787ではございません。今回の機材 777-300ER です。もしかしてと思われた方は、はい、そうです。この機材は国際線でもファーストクラスを搭載した機材になっておりまして、プレミアムクラスを指定すればファーストクラスの座席に座ることができます。ファーストクラスの座席ということですので、フルフラットになるあの座席です。国際線のファーストクラスシートのレビュー、こちらをお届けさせていただきます。ただいま6時59分になりました。日本航空側と ANA 側のちょうど中間の広場におりますが、人の姿はほとんどありません。もちろん朝早いというのもあるんですけれども、3月3日でもやはりこれぐらいの人しか今いない状況です。それではチェックインカウンターの方に進んでいきましょう。ただいまチェックインカウンターにはだいたい10名ほどの方が待たれております。この後ろにプレミアムチェックインカウンターがあるんですけれども、こちらはもちろん待ち人数はただいまありません。待ち人数なしでチェックインができます。それではチェックイン進めていきましょう。チェックインが完了しました。本日も本日でやはり欠航便はそれなりにあるなという印象です。なお本日羽田行きですが、バスでの搭乗になります。羽田行きでバス搭乗は初めてです。保安検査進みます。保安検査が完了しました。今回はバッテリー、カバンの奥底に入っておりまして、再検査必要になりました。それで取り出しに時間かかりまして、ラウンジ行くと時間が怪しいので、そのまま搭乗口に向かいます。102番ゲートからになりますので、バス搭乗になります。珍しいです。今回777国際線機材使うんですけれども、こちらの102番搭乗口からバスでの搭乗になります。制限エリア内の人の数はそこまで多くないなというのが印象です。ちなみに今回搭乗予定の便ですが、本来は前日3月2日に予約入れてたんですけれども、新千歳空港雪が昨日本当にすごかったので欠航になってしまいました。今まで到着でバス降機っていうんですかね、それは何回かあったんですけれども、新千歳空港出発便でバス搭乗っていうのは初めてかもしれません。なので今から行くエリア、新千歳空港何十回も利用しておりますが、初めて行くエリアかと思われます。本日はプレミアムクラス搭乗のため、座席 1-D です。グループ6一番最後になります。ただいまの時刻なんですけれども、7時28分です。今回のフライト7時30分発なので、正直ラウンジにいることができたなというのが感想です。それでは搭乗していきます。今回こちら 1-D の座席になります。座席としてはファーストクラスの座席です。ダイアンスメンバー ANA 東京行き50便をご利用いただきまして誠にありがとうございます。この飛行機は ANA とガルーダインドネシア航空との高度シェア便でございます。今日は新千歳空港降雪のため急遽駐機場を変更いたしました。またこの飛行機は国際線機でございますので ANA バイパスサービスをご使用いただくことができません。
ご不便をおかけいたしますことをお詫びいたします。ご搭乗ありがとうございます。ご質問がございましたら客室乗務員にお尋ねください。 If you have any questions, please contact the cabin attendant. ご案内いたします。当機は出発の準備を整え、滑走路へと向かっております。敵のため滑走路までゆっくりと進んでまいります。どうぞご了承ください。今日の飛行時間は1時間15分から20分の予定でございます。本日の機材はボーイングの 777-300ER 国際線機材になっております。シートポケットの中には安全のしおりとエチケット袋、他にはスリッパが入っております。今回プレミアムクラスにつき、このようにスリッパとヘッドホンが入っております。通常イヤホンなんですけども、今回プレミアムクラスですのでパナソニックのヘッドが完備されております。この後すぐに食事が到着するということだったので、食事の後にシート周り、こちらを紹介したいと思います。本日はプレミアムクラス登場しておりますので、ご覧いただいている通りドリンクであったり食事がついてきます。まず食事を紹介いたします。こちらが明太ポテトのフォカッチャサンド、チーズオムレツ、ごぼうサラダ、ゆず塩チキン、そしてフルーツでリンゴ、キウイ、オレンジ、アサリと人参のスープになります。これらで合計328キロカロリーということで、とてもヘルシーな食事になっております。それとは別にペットボトルのお水1本いただきまして、ドリンクは毎度なじみのリンゴジュースを選択させていただきました。普通席ですと紙コップの提供になるんですけども、今回のプレミアムクラスではグラスでの提供になります。プレミアムクラスの特徴としてはアルコールのサービスがあるのが挙げられます。まずは日本酒です。他には芋焼酎の席、幹線路線と言われる東京から大阪、伊丹空港、札幌、福岡、沖縄路線、こちらはスパークリングワインではなくてシャンパンが提供されます。それ以外の路線に関してはスパークリングワインになっております。他にも白ワイン、赤ワイン、各種ビール、アサヒ、サントリー、オリオン、キリン、札幌、あとは各ハイボールであったりノンアルコールのオールフリー、こちらもございます。他にもソフトドリンクございまして、おそらく野菜系ジュースはトマトジュースではないかと思われます。他にもコーヒーであったり毎度おなじみのコンソメスープもございます。普通席では提供されない紅茶、こういったのもございます。3月ですので抹茶入り静岡茶、こちらも普通席とは差別化されているのが特徴です。いただきます。このようにおしぼりもかなり大判のものになっています。まずはスープからいただきます。アサリと人参のスープです。アサリの出汁がすごく効いております。人参の他にもコーンが入っておりまして、とても優しい味のスープです。アサリも噛めば噛むほど旨味が凝縮されておりますので、かなり美味しいです。明太ポテトのフォカッチャサンドいただきます。明太子味のポテトサラダが
中にサンドされております。少しピリ辛なんですけども、このピリ辛さがたまらないです。チーズオムレツいただきます。このオムレツの上にはミートソースが乗っておりまして、牛肉の旨味がすごく凝縮されてるなという感じがします。柚子塩チキンいただきます。チキンの濃厚さの奥にある柚子塩の爽やかさ、これがたまらないです。なおこのプレート、冷たいプレートになっておりますのでご注意ください。本日はプレミアムクラスに搭乗しております。私の動画をご覧いただいている方、お酒好きな方かなり多いと思います。そして私の動画をいつもご覧いただいている方、私お酒飲まないのご存知の方多いと思いますが、今回は頑張ってチャレンジします。チャレンジするのは日本酒になりまして、丸ます米鶴というお酒になります。ただこれだけだともしもの時怖いので、チェイサー代わりのオレンジジュース、これも用意させていただきました。怖いのでこれぐらいにします。それではいただきます。辛口なんですけれども、どこか奥に甘さがあるのかなという感じがします。あいにく私お酒を飲まないもので、詳しく味をお届けできないのが残念です。今回は山形の米鶴酒造というところの限定純米吟醸丸ます米鶴というお酒を頼んでみました。ラスト一口です。いただきます。ごちそうさまでした。酔いが回らないうちにシート周り紹介したいと思います。ただいま福島県上空を飛行しておりますので、もう間もなく着陸態勢に入ると思われます。ファーストクラスの座席になっておりまして、この通り足元かなり広く作られているのが特徴です。ここにテーブルがございます。ご覧いただいている通りテーブルもかなり大きいです。そして調節もできます。手前に持ってくることも奥にやることも可能です。そして収納がかなり多いのも特徴の一つです。ここ鏡がございます。そしてここにこの何か携帯電話、スマートフォンなどを収納するに便利かもしれません。そしてこちらには鏡も一箇所ございまして、あとは大きなエンターテインメントプログラムのリモコンがございます。こちら LED ライトです。こちらも LED ライトです。この中にはヘッドホンの差し込み口であったり物入れがございます。こちらはフットライト、足元を照らすライトになっております。ここには USB ポートございますので、ここから充電もできます。またここにコンセントがございます。こちらが何かと言いますと、座席のリクライニングのスイッチになります。これまた後ほど試してみます。反対側にも収納がございまして、こちらはメガネを入れるのにぴったりなスペースです。私メガネをする人間なので、ここにメガネを入れるにはちょうどいいスペースがここにございました。それではリクライニングやってみましょう。今はこちらのモードになっております。リラックスモードを押してみます。なおこれ長押しじゃないと動きません。リラックスモードになりまして、座席はそうなんですけれども、他にも足元、フットリストも自動的に上がってくるのが特徴です。もちろんこのシートフルフラットになるんですけれども、この状態で過ごすのも本当に楽です。通常のプレミアムクラスであったり、日本航空の国内線のファーストクラスの座席よりも、このリラックスモードでリクライニングの角度、こちらのシートの方が深いので、正直これでも十分です。そして先ほど日本酒を飲んだ影響で少し眠くなってきました。顔が赤くなって
ないですね、まだ。次ベッドモードになります。靴を脱いで行きます。ベッドモードです。これでフルフラットになりました。若干頭の方が低いので枕とかないと頭に血が昇っちゃいそうです。腰の方が高い位置にあるので正直ちょっとこれ枕がないと寝にくいなというのが印象です。いや、この状態で移動できるというのは本当に素晴らしいです。心地いいのでちょっとこの状態で休みます。シートベルトサインが消えている間は真ん中のパーティションこれを閉めることができます。ただし今はもうシートベルトサインが点灯してしまったのでこれは開けなければなりません。開けたところで隣の方と目線が合うことがないのでそういったプライバシー性に富んでいるのがこのシートの特徴です。もう間もなく着陸になります。ご利用いただきましてありがとうございました。羽田空港到着いたしました。航機前にトイレご紹介します。前方のトイレ来てみましたが気持ち広く作られてるなという印象です。本来はここファーストクラス向けのトイレということでおそらくここに歯ブラシだったりいろいろとアメニティキットが置いてあるはずです。ここプレミアムクラスということとあとはもう羽田空港到着してしまったのでもしかして何かここにあったのかもしれません。ご覧いただいている通りちょっと機体は古めなんですけれどもシャワートイレが完備されているのが特徴です。ありがとうございました。羽田空港到着いたしました。今回は国際線機材を使ってやってきたんですけれども機材の他にも国際線っぽいなと思わせる部分がかなりありました。具体的に何があったかというと今回使用した飛行機駐機されたのが68番搭乗口ということで68番搭乗口実は国際線の駐機場になっております。なので本来はこの国際線に飛行機 ANA の飛行機が止まることなんかまずないんですけれどもその時点でまず初めてです。初めて国際線の駐機スポットに ANA の機材が止まったのも初めてですし駐機された飛行機の右側から搭乗したの皆さん気づきましたか。通常飛行機左側から乗ったり降りたりするんですけども今回右側から乗りました。なぜこのようなことがあったのかというと雪の影響です。ゲートが102番というバスゲートに変わったのは雪の影響です。何があったのかと言いますと除雪が間に合わなくて国内専用のゲートを使うことができなかったというのがまず一つです。もう一つの理由国際線68番ゲートに駐機したんですけれども実はそこでも除雪が終わってなくて左側から乗れず急遽右側から乗ったんですよ。この2点が重なって今回のフライトになりました。そして機材も国際線機材です。搭乗したシートもファーストクラスの座席です。完全に国際線気分を味わうことができた素晴らしいフライトでした。ただ今回通路側しか開いてなかったので窓の外の映像はなかなかお届けできなかったのが残念です。この後は乗り継ぎのフライトがございます。その乗り継ぎのフライトも実は国際線の機材になっております。この後の動画はまた国際線の機材のレビュー動画になりますのでぜひこちらの動画もお楽しみに。それでは今回の動画ここで失礼いたします。今回は ANA のフライトを使ってここ東京まで国際線機材でやってきた動画です。皆さんぜひチャンネル登録して旅行者気分を味わいましょう。その際のリフィメンさんの高評価ボタン、いいねボタンです。ツイッター、インスタのフォローも合わせてよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは乗り継ぎのフライト行ってきます。国際線機材です。それではバイバイ。